はい、酒好きな新潟人の飲酒動画始めていきましょう。現在時刻は、0時の23分、3月の19日です。それでは飲んでいきましょう。サントリーの山形産佐藤錦仕様の桜さくらんぼチューハイです。アルコール度数 4%。こちらが、佐藤錦新石酒使用、桜リキュール使用。なんだ桜リキュールって。山形県水晶果実、水晶果樹クラブで育てられた桜んぼ、過去は佐藤錦を使用。桜リキュールと桜んぼの華やかで甘酸っぱい美味しさです。原材料名が、佐藤錦、かっこ、桜んぼと、桜リキュールとスピリッツと、糖類と酸味料と香料と、野菜色素と、紅花色素と、炭酸ガス。なんだ、桜リキュールって。桜リキュール。そんなリキュールあるのか。桜を、あれなんですかね。桜をウォッカにつけたんでしょうか。わかりませんけど。なんだ桜リキュールって。ほんのりピンク色。そうじゃ乾杯。うん。さくらんぼ。甘くない、あんまり。あんまり甘くない。桜リキュール。桜リキュールって何だ？あ、本当にこんなんあるんだ、桜リキュールなんて。見たことないんだけど。っていうか、サントリーで発売してるんだね。販売してるんだ。サントリーリキュールジャポネ、過去桜。小田原の八重桜の花と、伊豆の大島桜を、の葉を漬け込んだ。あ、葉っぱ漬け込んでんの？葉っぱ？花びらじゃなくて？ん？あ、花びらじゃないんだ。漬け込んだ桜の新石種が、桜の新石種がベースの日本オリジナルリキュールだって。桜餅を思わせる独特な甘みと春の訪れを連想させる豊かな香りが特徴です。アルコール度数22度。500ml で値段が1300円。はぁ、あ。桜リキュールって、葉っぱ漬け込むんだ。あ、桜餅って桜の葉っぱ使ってるからな。だからそれ、やっぱり、桜の葉っぱ漬け込むんですかね。よくわかんないけど。へえ。桜リキュールだって俺見たことないな、こんなの。うん。確かに桜の花びらじゃなくても、葉っぱか。ねえ、葉っぱってかなり、桜餅食べるときってかなり香りしますよ。うん。桜リキュール。花びらより葉っぱの方が香りがあるんでしょうね。結局ね。多分ね。知らないけど。桜の花びらと葉を漬け込んだ香り豊かな。
なるほど、なるほど。まあ、確かに香りは豊かですね。あんまり甘くもないんだけども、なんか、まあ、さくらんぼ、桜とさくらんぼ、それはかけてるんでしょうけど、桜、まあ、まずくはない。けど別に、まあ、さくらんぼの、特に言うことはないな。特に言うことはないですね。まあ、ただし、前飲んだあの、春いちご、チューハイだっけ。あれよかはマシです。あれよりはまだ美味しい。まあ、さくらんぼって言うと、あれか、さくらんぼのゼリーとか、ね、食べますけど、あれのね、味、さくらんぼをそのまま食べた時とは、やっぱり結構味が違うよね。俺、さくらんぼって言うと、基本的にあの、アメリカのなんかブラックの、なんだっけ、ブラックチェリーみたいな。しか食ったことないけどね、まともにね。まあ、美味しいですよね。普通にあの、肉厚で、美味しい。さくらんぼ普通に買うと高いからな。アメリカ産とかのね、そう、黒いやつだと、結構安い。安かったり、するはするよね。てか、さくらんぼって具体的にこれ桜からできてんわけじゃないよな。全く関係ないよな。桜とさくらんぼって全く関係ないよな。名前が多分似てるから、あれなんだろう。桜の果実なんてないよな。なんで桜に果実はないんでしょう。なんでないんでしょうって。まあ、ないのか。まあ、ねえ。梅の花は梅はつけるからな。梅の花は梅がつけるけど、桜は、桜の花咲いた後に、さくらんぼができるってことでもないだろうな。ただ花咲いて実ができないで終わりみたいな感じでしょうか。そうなるとなんかあれだよね。実をできる木と実ができない木っていうのがあるっていうのはなかなかあれですよね。どういうあれなのかよくわかんないんだけど。だって、果物とかって作る理由って、結局種を、ね、果物を鳥とかに食べさせて、それで種をもう一緒に食べさせてもらって、どっかに移動させて、糞として出して、ねえ、ねえ、そういうことでしょ？それで、範囲を広げるっていう、繁殖範囲を広げるというか、そういう目的なんでしょ？でも桜っていうのは実がつけないわけだから、そういうのでもないんですよね。
桜の実とかってのない？え、桜って実になるんだ。あ、ちっこいな、実がなってるわ。桜は実がならないと思ってる人が多くいます。それは桜が、自家不和合成と呼ばれる性質があり、よくわからないけども、できないと。ソメイヨシノだけ、並んで、いても実はつかない。あ。あ、なんか桜んぼのちっこい実はつがつくんだね。なんかベリー、ブルーベリーみたいな。ちっこいのがつくんだ。びっくりしたぜ。え？桜んぼって桜なの？桜の花が咲き受粉し果実がなりますって。あ、桜んぼって桜からなるんだ。え、知らなかった。マジかよ。ただし食用にするのは西洋実桜という桜の果実です。桜んぼ用の栽培品種は、ナポレオンや佐藤錦などがあります。あ、そうなんだ。これ桜なんだ、一応。桜んぼのなるやつって。へぇ、佐藤錦って一応桜だったんだ。はぁ、知らなかった。はぁ、知らなかったわ、全然。普通に桜んぼっていう、桜じゃなくて普通のなんかそういう、あれなんかなと思ってたけど。でもあれなんだね。結局、花が綺麗なっていうより、よくあるね、桜の有名な品種の、ソメイヨシノとかは、ほとんど桜んぼとしては、実が小さすぎて多分食えないんだろうね。食用にはできないんだ。なるほどね。だから桜んぼの、普通の桜とか、そこら辺で見る桜っていうのはほとんどソメイヨシノとかばっかなんだ。だから、ほとんど小さくて実がなってるってイメージがないんだもんな。でも、実がでかくなる品種としてさっきの、ここに書いてあるけど、佐藤錦。っていうのが結局あれなのか。へぇ。ああ、一つ勉強になったというか、俺が無知なだけだったんだ。桜んぼって桜だったんだっていう。アホみたいな、アホみたいな人間ですけどね。普通に知らなかったという。アホです。あ、じゃあ一応この桜んぼっていうのは、一応あれなんだね。どっちも桜ですよ、みたいな、そういうことなんだね。はあ、だから桜ってさ、桜からできるやつから、だから桜んぼって言うんだな。はあ、それは知らなかったですわ。無知でごめんなさいとしか言えないです。これはね、さくらんぼ。まあ、微妙ですけども。まあ、微妙ですね。うん。ぶっちゃけて言うと微妙です。うん。が、まあ。まあ、まあ、として、普通ぐらいにしとくか。参考にしとくか。
ね、2343です。ご視聴ありがとうございました。